初恋の呼びを歌います。皆さんどうぞ聴いてください。容疑者で国を旅立つ日、母が涙で手を握り、ホームの窓辺を追い出し、おそり春末ふるさとで、きついだろうなのだしをと感じて、今はすぐ97歳で一昨日亡くなりました。届いた母の贈り物、世のつくろい短冊と風などもひくなく枯れた餅、いまだ悲しくふるさとへ帰りたいけどままならず感謝で、母が亡くなり、昨日無事に葬式も済みました。ありがとう。優しい笑顔で見つめてる、もう一盛りのふるさとへ、孫を連れての墓参り守って、ありがとうございました。